もらえるよね。何？とわも恋したくなっちゃった？まあ憧れはあるよね。 CM みたいな幼馴染との密かな恋とかさ。とわ、幼馴染いるの？え、いないけど。じゃあ無理じゃん。生まれ直さないと叶わないやつでしょそれ。そういうノアはどうなのさ。憧れの恋のシチュエーションとかあるの？憧れか。そういえばこの間、葵さんと春菜さんのロミジュリの動画を見せてもらったんだけど、すっごく素敵だったんだよね。やっぱり障害のある恋って熱いよね。身分違いの恋とか、あとあと禁断の関係とか。いや、身分違いの恋ってそれこそ生まれ変わらなきゃ無理なやつじゃん。じん？どうしたの、さき。ひぶきさんって私から見ても先輩なんだなって気づいて。そうね、ユニット結成が出会いだったからあんまり気にしてなかったけど、先輩って呼んでもいいのよなんて。新島先輩、よかったら一緒に帰りませんか？生徒会長の方がいいかな、それとも伊吹先輩？待って、ストップ先。なんか新しい扉を開けちゃいそうだから。ん？ノアの気持ちが分かっちゃいそうだわ。